My dear sister, 2 months have passed since my last letter. Time does move slow when you have little to do. As I sit and wait in this dreary cell, I watch the courtyard outside with great intrigue. Yesterday, I witnessed something quite special. A crow landed close to my window, attempting to grasp a piece of bread lodged just beyond its reach. This determined creature tried time and time again, but its beak was too short and too thick. Eventually, the crow left in what I concluded was defeat. But to my amazement, the crow flew back with a stick in its feet. This cunning bird used the stick to dislodge the food and fly away with its prize. A small victory, but it reminded me of our struggle and that we must adapt if our plan is to succeed. Some may shun the outsider's weapons and tactics, but we cannot be afraid to embrace them in pursuit of our goals. Spread the word to our allies. We must be like the crow. ライド・オブ・ザ・ロニンっていうゲームにおいてアクションは非常に一番重要で、まあ、チーム忍者としていろいろアクションゲームを作ってきた集大成としても作ってますし、やっぱりチーム忍者のアクションって、まあ、難易度が高いというか、ハイスピードで高難度高波みたいなところが、まあ、イメージとしてありますし、まあ、実際ユーザーに期待されている部分もそういうところに少なからずあるのかなっていうところは、まあ、ありますよね。ゲームプレイにおけるそのアクションの重要性とストーリーテリングにおける時代劇の持つ説得力とかそういったものっていうのはゲームの中に入れてます。実際松下村塾だったり明倫学舎っていうものをに場所に訪れて感じたのは、非常に当時のそこで学んだ人たちが勉強熱心だったというか、資料自体もものすごく膨大なオランダの学術書もあれば、新しい西洋の武器の研究であったりとか、そういった全ての新しい当時海外、日本は鎖国されていたので海外の情報がなかなか入ってこない中で、あれだけのさまざまな情報だったり文化だったり学術だったりっていうものを勉強していたっていうことは、並大抵のそれを日本の未来のために生かしていたっていうことは、それはライズ・オブ・ザ・ローニンでも描けてるんじゃないかなと思ってます。そうですね、やっぱりその幕末っていう時代で、いろんな人がいろんな思惑で動いていて、それが倒幕と砂漠っていうイデオロギーに分かれて、争ったっていう時代において、そこで生きていくキャラクターたちっていうのが、アクション的にはどう戦うかってところになっていくわけですけれども、どういう武器を使うのか、どういう戦闘スタイルなのか、それがプレイヤーに対してはなぜ戦うことになるのか、それにどういう個性でどういう武器で、それをどうやって浪人のチーム忍者らしいバトル、浪人らしいバトルに落とし込んでいくかっていうのを一人一人考えるっていうのは、調べれば調べるほどちゃんとあるんだよね。神道無念流とかさ、北辰一刀流とか、あれはやっぱり刀で生きてきたっていうか、主武器であったっていう意味がよく分かる。そうですね、歴史の厚さを感じた部分ではありますね。そこから近代社会に向けて、銃か、銃社会ではないけど、銃という武器を持つった時に、今回の近接アクションとそれに合いの手ではない入れるような感じで銃で攻撃できる、近距離と遠距離のバトルっていうところの仕立ては結構どうしていけばいいかっていうのは考えて作ったよね。追加したどういう
浪人新しい武器を追加していこうかってなった時に、一番やっぱりすんなり出てきたのは銃剣っていう新しい武器種ですね。他の時代だとちょっと出してた武器だったと思うんですけども、幕末にはすごくマッチする武器だと思いますし、オプション的にもかなりギミックを生み出しましたね。そうですね、今回完全な、新規のタイトルっていうこともあったので、そんな中でもちろんアクションゲームとしてのけれんみであったりとか、教科書のような歴史を描く必要は全くないとは思いつつも、プレイヤーがライズ・オブ・ザ・ドローニングの世界ではこれはありえるんだっていう感じてもらえるような、あの範囲のリアリティってものを構築していくっていうのを、常日頃からチーム内でも話しながら、これはありこれはなしっていうのを選びながら進めてきたっていうのは経緯としてあります。やっぱり、アクションに関して言うと、人間が実際に体でできること、訓練したりトレーニングしたりすれば、その果てにこんなこともできちゃうんだよねっていう、そういうアクションを作りたいんですよ。もうむちゃむちゃ飛んだりむちゃむちゃ空飛んだりっていうよりも、訓練の果てにね、長い修行の果てにね、もしかしたら人間ってこういう動きができるんじゃないのっていうことのアクションを作りたい。I know. Tag along with me, will you?そうですね、今回そのライズ・オブ・ザ・ドローニングにおいてストーリーだったりゲームシステムの部分で一番重要にしているのが、因縁っていうものを重要にしていて、それは歴史上のさまざまな人物たちと、どういった因縁を築いていくか、協力することもあれば対立してしまうこともあるっていう。連れていく仲間次第で、彼らの持ってるスキルとかにも、かかり方で変わってくる部分ですし、そのこのミッションにはこのキャラクターとかこのキャラクターを連れていくと有利みたいなのも、それが実は思わぬ組み合わせがこのミッションだと有利みたいな、if みたいなものを生んだりするとなお面白い部分だと思いますけれども、やっぱちょっといろんなキャラクターを連れてって彼らに操作を切り替えながら戦うことができるようにしたっていうのは大変だった部分でもあるんですけれども、やっぱりあって正解だったところかなと思いますね。で、それは相手を見ることで、相手に合わせた選択肢を取ることで、より有利にバトルができるっていう部分は、このゲームならではなのかなと思っていて、そういった部分が非常に重要で、その象徴として、プレイヤーが敵の攻撃に合わせて使う石化っていうアクションがあるんですけど、それはうまくタイミングを合わせて使う必要があって、それはどうしても敵というか相対する敵の動きをしっかりと見ないと、成功することがなかなかできないアクションなので、そういった意味では敵を見て自分のアクションを選んでいくっていう部分は、その多彩さも含めて、浪人の大きなアクションの特徴になってるかなと思います。プレイヤーが気持ちいいと思うアクションであったりとか、そしてかっこいいと思う、バトルにおける駆け引きだったりとか、敵のアクションも含めた、その一方で、ゲームの中 の、その演出だったりストーリーの中で時代劇っていうものはやっぱり大きな要素というかモチーフになった部分があって、その時代劇でおなじみのこう設定であったり演出であったりっていうものはしっかり入れていこうと思っていて。プレイステーション。